ワスプマイナス62はカジキザにある10等星である。スペクトル分類では F 型主系列星に位置する。2011年にワスプマイナス62の周囲を公転している惑星が発見された。この惑星は木星の約0.57倍ほどの質量を持ち、恒星から約 0.0567au 離れたところを公転している。2019年、 世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM ExeWorlds プロジェクトにおいて WASP-62 は南アフリカ共和国に割り当てられる、境外惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、南アフリカ共和国内での先行。 国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその母星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、WASP-62 はネラディ、WASP-62B はクロトーアと命名された。ネラディは、外語、ツワナ語、北外語で、星を意味する言葉で、集団に光り、喜び、 平穏をもたらすことを願って、女性によくつけられる名前でもある。クロトーアは、アフリカの母とも言われる、コイコイ人の女性で、オランダ植民地時代に、コイコイ人とオランダ人の橋渡しに奔走した。AB パーセクは一年収支差より、計算。後年は一年収支差3.2615638より計算。ありがとうございます。